ます、はい、次に赤嶺政権君、赤嶺君、日本共産党の赤嶺政権です。今日は武器輸出三原則について質問をいたします。政府は3月 F-35 戦闘機の共同生産への参加を武器輸出三原則の例外扱いとする官房長官談話を公表いたしました。アメリカをはじめとする共同開発国9カ国と同機の生産導入を予定するイスラエルに日本企業が製造した部品や役務を提供することを可能にするものです。武器輸出三原則は1981年の国会決議で日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえたものと宣言されております。憲法の平和主義に立脚する国是であり、内閣の一存で変更することは許されないものであります。ところが政府は1983年に対米武器技術供与に踏み切って以降、次々と例外化措置を取ってきました。2011年には国際共同開発生産などを包括的に認めるに至りました。それでも従来の談話では国際紛争を助長することを回避するという平和国家としての理念は維持していく、このように述べておりました。ところが今回はその言葉までなくなりました。国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念は維持していくという表現に置き換えられております。官房長官に伺いますが、国際紛争を助長することを回避するという理念は放棄したということですか。菅官房長官。世界の状況もですね、非常に変わってまいりまして、例えば当初は考えられなかったテロとの戦い、こうした国際社会の平和と安定のために取り組んでいかなきゃならない、紛争もですね、出てきたわけであります。そうしたことを踏まえたときに、紛争の平和的解決や国際の平和及び安全の維持を目的と定めるですね、国連憲章に言及する形でこれを遵守していくこそですね、平和国家としての基本理念である、こうした方がですね、適切である、そういうことで、判断をした次第でありますし、いずれにしろ我が国は平和国家としての基本理念、このことを維持していくことには全く変わりがありません。赤嶺君。今の答弁の様子からいたしますと、私が聞きました国際紛争を助長することを回避するという、このこれまでの理念の根幹にあったわけですが、それを放棄したのかどうかということを聞いているわけです。はっきり答えていただきたいと思いますが、談話では移転は国連憲章の目的と原則に従う F-35 ユーザー国に限られると述べております。要するに国連憲章の目的と原則に従っていると認めれば、紛争当事国であっても輸出は認めるという、そういうことではありませんか。菅官房長官。先ほど申し上げたとおりですね、紛争の平和的解決や、国際の平和及び安全の維持、このことを目的とするこの国連憲章に言及する、このことがですね、やはり私たちは適切である、そういう判断をいたしました。そして我が国は
平和国家たちの基本理念というのはこれは維持続けていることは当然のことであります。赤嶺君。それでは具体的に聞いていきますけれども、今回の措置によってイスラエルへの輸出が可能になります。イスラエルはパレスチナ問題の当事者であり、レバノン、ガザなどへの軍事攻撃を繰り返してきた紛争当事国そのものではありませんか。菅官房長官。いわゆる今回の F-35 でありますけれども、我が国のこの安全保障の環境を考えたときに、我が国にとっては極めて重要なこの航空機であるというふうに考えています。そしてこの F-35 にですね、参画をするにはまさにかつてないこの後方支援システムというんですかね、部品をこの調達同じくする、そうしたことがですね、今回は従来と変わっているわけであります。我が国としては必要なときに速やかに部品等の供給を受けて迅速な整備が可能となることからですね、我が国として適切なコストで F-35 の稼働率を維持するためにこの ALGS 方式というものに参画をしたわけであります。これの方式にはですね、すでにF-35 というのはイスラエルがこれ日本が入る前にユーザー国でありますから、同システムの性格上ですね、国内企業が製造した F-35 のその部品の一部がイスラエルに移転される可能性というのは排除されるものではありません。しかしながら米国は国内企業が製造した F-35 の部品等の移転をですね、国連憲章の目的と原則に従う F-35 ユーザー国のみに限定をしているということであります。また我が国および米国もイスラエルにおける F-35 の調達は地域の基本的な軍事バランスに影響を与えないものと認識をいたしております。総合的にですね、判断をして日本製の部品がイスラエルへ移転をされても、それによって平和国家の基本理念に反するものではないという考え方であります。委員長。赤嶺君。大変、無責任なですね、これまでの平和国家としての日本の在り方をそういう考え方に真っ向からですね、挑戦する、官房長官の答弁であります。イスラエルに、部品が提供されるシステムへの参加も皆さんは決めたわけです。しかも今後日本の国内企業は外国の導入分にも参入しようという意向を持っているわけであります。で、非常にですね、今回の安倍内閣の官房長官談話はですね、これまでの平和国家の在り方に真っ向からですね挑戦しているものと言わざるをいません。それで問われているのはですね、日本政府の中東への関わり方そのものであります。第二次世界大戦後、イスラエルとパレスチナの間では軍事攻撃と停戦が繰り返されてきました。2008年末から2009年初めにかけてのイスラエルによるガザ攻撃では、パレスチナ側の死者は1330人に上り、人口密集地で白リン弾、クラスター弾などが使用され、国連施設も攻撃をされました。政府はこれまで攻撃のたびに民間人に犠牲を生じさせたことを非難し、攻撃の停止と和平交渉の継続を求めてきました。外務省のホームページにある
中東和平についての日本の立場というペーパーには次のように書いてあります。イスラエル・パレスチナ間の紛争は交渉によってのみ解決されるべきものであり、暴力は固く拒絶されなければならないことを強調する、こう述べております。今回の措置は交渉による中東和平の実現を呼びかけてきた政府の姿勢、これとも根本から矛盾するものではありませんか。菅官房長官。いわゆるその個々の事例が国際紛争に当たるか否か、まあ、それについては平和国家としての理念、基本理念との関係で問題があるのかないか、そうした点についてですね、さまざまなこれ要素がありますから、総合的に判断すべきであってですね、一概にこれ申し上げるということは差し控えたいというふうに思います。さらに先ほど申し上げましたけれども、このイスラエルというのは我が国が F-35 のその導入およびこの製造参画をですね決めた時点で、すでに F-35 の導入および ALGS への参加をもう決定をしていたんです。ですからイスラエルに対して ALGS の枠組みの中で他のユーザー国から部品等が供給されることは、我が国がこの枠組みに参加するか否かにかかわらずですね、変わりはこれはないわけであります。我が国のこの製造した部品がイスラエルに移転される場合があるからといって、そのことをもってですね、国際紛争を助長するそのことにつながるとは認識をいたしておりません。赤嶺君。部品だけでなくて、先ほども申し上げたように国内の企業はですね、今後外国の導入分にも参入しようという意向を持っているわけですから、大変危険な状態だと思うんです。今ですね、個別についてその申し上げることはふさわしくないという答弁でありましたけれども、イスラエルという国は紛争当事国であるだけでなく、国際法に違反する行動を繰り返してきました。この5月10日にはヨルダン川西岸におけるユダヤ人住宅建設計画について、外務報道官談話が出されています。そこではイスラエルによる入植活動について国際法違反と非難し、完全凍結を求めています。日本政府自らがですね、国際法違反と指摘しているのに、なぜ国連憲章の目的と原則に従う国になるんですか。菅官房長官。まあ、先ほど申し上げましたけれども、国際紛争に当たるか否かというのは、平和国家としての基本理念としての関係で問題があるのかないのか、そうしたものについてはさまざまな要素がありますから、総合的に判断すべきであって、一概にそこがどうこうということを申し上げるべきじゃないというふうに思います。委員長。赤嶺君。日本政府自身がですね、国際法違反だということを指摘しているようなその国についてですね、曖昧な答弁をすることは許されないと思います。私は官房長官談話は、紛争当事国であっても国連憲章に従っていなくても日本からの武器輸出を認めたものだと考えます。そもそも共同開発を主導するアメリカ自体が国連憲章に違反して世界各地の紛争に介入してきた最大の紛争当事国です。中東関係者からはこれだけはやっていけないというのが今回の決定だと厳しい批判と憂慮の声を上がっております。政府は重く受け止めるべきだと思います。もう一点伺いますが、 F-35 のユーザー国は
現在の11カ国に限定されているわけではありません。今後新たに導入を希望する国が出てくる可能性があります。その場合にユーザー国として認めるかどうかを判断するのは誰ですか。佐藤大臣政務官。今平成25年度の政府予算においては、国内企業は我が国が取得する F35A2 機をに対応する部品のみを製造する予定であります。それ以上の製造を行う予定はございません。委員長、赤嶺君。で、今後ユーザー国が増えていく、増えていくときに誰がそれをユーザー国として認めるかどうか、これは日本の事前同意も条件になっていない、アメリカが決めるんですね。結局アメリカ言いなりの方向に日本がどんどん武器輸出していく、こういうことは憲法の考え方から立ってもですね、絶対に許されないことであることを申し上げて質問を終わります。